はい、こんにちは、サルウィンです。シャドーバースの実況をしていきたいと思います。あ、忘れてた。へい、あれ、パック購入プルーフ、ということで、パック購入パートだよ。いろいろとたまったというか、まあ一応お年玉的なやつが最後もらったのかな。なんでちょっとまあまたルピで、パック購入をしていくよ。ワクワクドキドキだね。あ、早速間違うっていうね。でね、そうだね、とりあえず4回は引けるよと。あとね、スタンダードパックチケットが2個あるんで、これを使っていこう。こうなるとダークネスエボルブは買いづらいよね。ダークネスエボルブでは、あ、まだブラッディメアリーとか持ってないしな。そうだ、あと、なんだっけプリンセスティアちゃん、ティアちゃんとかね、持ってへんし、まあまあまあ、生成ってのもあるしね。まあその辺はうまくやっていきましょう。よし、行こう。まずこれから行こう。ゲルベロスとかもまだ欲しいんだよな。来い。あと何が欲しい。まあ持ってないでも結構あるけどね。ワンペアカレーとかなのか。誰だ。アーチャーのプレミアム引いたね。まあこれはそうですね、初めて見た気がする。いや、わかんない、覚えてないだけかもしれない。とりあえずアーチャーのプレミアムね、いいんじゃない。アーチャーとかする、聞いたことあると思った。スワさん、スフォーさん、アーチャーで進化すると別人だな。力を合わせれば怖くない。みんな力を貸して。まあまあまあ、シルバー多めに引いたしね。イメージか、イメージね。あ、そう、くしくも祈りの言葉が勇気になるのです。はい、こう次へ行くぜ。なんか引こうぜ。オッケー、乙姫、グッドゲイ、グッドゲイ、グッドゲイ。2枚目だ、乙姫2枚目か、悪くないぞ。なんかオレリアとかもまだ1枚しか持ってないしな。なるほど、グッドだぜ、悪くない。なんでティアプレミアムが良かったけど、タイヤヒラメが舞い踊る。そこそのあと、ネイビエルテナントね、はいって感じですよね。雄大なる海の秩序を守るのだ。美味しく食べます。まあそんなところか。てか女の子に率高くてよかったね、本当にね。まあ言うてたけど、いやーよかった、とりあえずいいね。まず取れたか。さあ、あとこっから行くよ。4パック買うぜ、4パック買わせろ。ムキムキするぜ、ムキムキ。最後シャパーン、これかっこいいよね。このガチャってこうなんか開くやつ、ズボーってなるやつもいいよ。おサディスティックナイトが3枚になったね。やったぜ。ちょっと待って、これしかない。これも男の子だったもんね。てか結構強めのカードあるんだけど、女の子じゃないんだよな。で、これって実は痛いの飛んでけーろ、川島さんがこれでも女の子とは言い難いな。アイアースだったらってことか。まあ使わないかな。で今回結構強いカードあるんだけど、使えないカードもやっぱ多いんでね。まあしょうがないけど。さあ、ウリエル。あー、でも女の子っぽいぞ、このウリエルは。うわー、プレミアム結構引いて。お、ミニゴブリメイツちゃんのピコピコ見つけたゴム。こういう悪いことですね。はいはいはい、なんともダイスターゼコントロールです。プレミアムね、プレミアム率高いんだけどさ、これすごいなんか手がガガガってなってるね。左右対称ねえ、美しい。でも男の子やからな。私は使命を果たすのさ。ね、で問題はここですよ。ウリエルさん、女の子だったニュートラル来た。4コスト33、ファンファーレ、アミュレット、ランダムに。あ、これか。とりあえずビショップ的にもありか。でも何に入れる他に。あ、
今回でもニュートラル絶対俺使おうと思ったアミュレットあるんでね、ニュートラルのパワー上げるやつね、あれサーチできるよね。まあ、あれ使うと強いかどうかは別としてね。我が炎は神の光だ。おー、セッキーさん、我が炎は悪しきを許さぬ。まあ、いっか、無理、いいまあ、ただあれなんだよな、アミュレット。アミュレット、でもそっか、そっか、よく言ったらエーラもサーチできるんだよ、これやったら。アミュレットだから、カウントダウン含まないアミュレットだもんね、別にね、なんでもいいんだ、アミュレットだったら。なるほどね、エイラも持ってこれるよか、悪くないんじゃない。はい、ほーいっと、いやー、うわー、何も美味しくない、何一つ美味しくないぞ、やっちゃってるやつだけど、やばい。僕は君たちの心を映す鏡さん。はい、いやー、ひどいほとんどブロンズやし、女の子も全然いないしね、びっくり。はい、ラストは一件。おー、来た。あー、これじゃないか、これじゃないんだ。でも嬉しいような、まあ分解できるからね。あんた弱すぎな、しかし。あー、女の子率低いな。エンサの声もね、もう揃ってるんだよな、3倍な。これ実は女の子としない競技、欺瞞、空ごとを捨てよ。三原さんやこれ面白いんだよね。このフォロワー攻撃的に攻撃されない、ここ数ゼロ5リショーまで自分のターンが死に進化して進化後、このフォロワーこいつこいつね、これ自分たちに自分のレッド全てを破壊する。とりあえず置いといてズバーンってぶっ壊してうめえってやる感じね。いいよね、俺がムクロの、ムクロの王でやりたかったようなことがちゃんとできるみたいなね。うわー、なんかすごいキモい。賛美賛美賛美、怖いまさにね。ああ、まあいいでしょう。まあまあまあ、レジェンド2枚引いたからね。わあ、もらっちゃった、嬉しい嬉しい。これがいつまでなのかなんだよな、このキャンペーン。もうちょっとやってほしいんだけど、まだ足りないんだよな。クソ、デイリーパチンコの成果があんまり良くないんだ。今ので3枚引いたってことだよね
あーでもそうか、いやでも違うか、分解して、いや待って、これヴァンパイアだ、ヴァンパイアってもうやることやったよな、だよな、なんかやたら見たけど、どんだけ聞いたんや。ミノちゃんがまだ決まりか、リノちゃん、上役じゃねえや、可愛いよね、リノちゃんね、いいですよ、すごくいいですよ。この人も3枚引いたの、いつの間にか。究極の食材よ、来たれ。これはニュートラルだからか、煮てよし、焼いてよし。なんかこれでもダメだな、アルティメットキャロットってなんかもしかして女の子だったとしても、だとしても、いやキャロットでしょカカロットでしょ、要するに大丈夫だ、女の子じゃない、こっち道やけど、とりあえずね生成プランも考えていきたいわけですよ。私この辺がね、あーちょっと本当に性別を明確にできないのが悔しいね。だからカード化されりゃいいんだよね、この人たちがね。そうすりゃわかるか、その時期待しよう。はい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 、あーエハちゃんは、そうエハちゃんは作ったからね、はい、なんでもない。グドンなる人間どもめ、はい、すいませんでした。グドンって料理イメージが3枚になりましたってことだ。ダンス、お前の未来を予言してやろう。久保さん、儀式ね、はい、あーペガサスですね、それでしょ、まだやってないか、結構あるね実は。よー、わしダンディじゃろう。やっぱりなんて特徴的な声なんだ。名手の戦士を甘く見るなよ。甘く見てないんだけど、ごめんねって感じかな。はい、というわけでね、頑張っていきましょう。お疲れ様でした。バイバーイ。